ヒントやと思ってキュッと掴んだ人、いっぱい掴んだ人、これやっぱり成績良くなるよね、当然。ちゃんと聞いてる人だから。で、聞けない人、ヒントを言ってても分からない人、これやっぱり成績悪くなっていくよね。これはあなたたちのここの中身というよりも、私はやっぱりどう思ってこうその事業に向かってるかっていうね、これやと思うんです。あとでこのブラストマトリックス5というですね、ご教科向け、これの書き方を説明します。20、30番の子が60番まで落ちて、これを使って把握したら、意識したら6位まで上がったっていうケースがあるんですよ。で、その子はそれ以降これを毎回使うようになった、一回そういうことがあります。だから使い方が良ければ上がります。でも正しい言うとかなあかんのは、使ったから必ず上がるとは言いません。それはやっぱりね、いくらこれ綺麗に書いても上がらない人は上がらないね。あのするのはやっぱり勉強ですからね。はい、それまた後で言いますが、これができるとかなり有利です。だから頭の使い方が有利になるように勉強していくと、成績が伸びやすい。そういうのに、せっかく努力したのに最後にテレビ見たとか、最後にネットしたゲームしたになってしまうと、せっかく努力してるのになんでこんなにあかんのやろっていう場合は、原因はそこにあると考えてもらったらいいです。いや、これ、今まだ中1でしょ。中1の間にテスト調べはスポーツだと思って、もうこれは訓練ですわ。だから訓練してもらってですね、まあ、もちろん工夫も大切ですけど、で上達を目指してください、この2年間でね。そうすると中3になってから楽だ。この話わかるかな。まあ、これが大雑把のところです。ちょっと長くなったので、ここで休憩です。